Thank you.
よし、俺が行こう。絶対に勝つんだ。ディアトリモン、行こう。俺が行く。よし、私だな。ここは俺だな。の番だね。ここは俺が行く。よし、私だな。
ここは俺だな。オイラの番だね。デスペレーションドア！俺が負けるわけないだろう。
よかった、全員集まってくれてたんだな。そりゃあタクマが必死で頼みに来るからさ、無視するわけにもいかないじゃん。さっきまであれこれと悩んでいたくせにか。わーだ、それは言わない約束だろ。タクマくん、心配ばかりかけてごめんね。私もう大丈夫だから。バッチリ復活したんだよね。そっか、よかった。タクマのおかげだな。ハルとミユキもちゃんと来てくれてありがとな。それで本題のミュウちゃんの救出の件だが、それについてはまず俺から一つ言わせてくれ。本当は妹のためにみんなを巻き込みたくはなかったんだ。なのにすまねえ。うわー、マジかよ、あのカイドがすまねえだって。ミノル、茶化すな。そうだよ、カイトの真剣な気持ちに水を差したらダメでしょ。ミノルって本当調子者なのね。わかんないかな、俺はね、わざと空気を明るくしようとしてるの。ねえカイト君、私たちに申し訳ないと思うことはないわ。そうよ、私たちみんなミオを助けに行くつもりだったもの。むしろ謝るのは私たちの方かも。一刻も早く助けに行きたかったはずなのに、集まるのが遅くなってごめんなさい。いや、昨日のこともあったからな。仕方ねえって分かってるから。そういうわけだからみんな手を貸してくれ。ああもちろんだ。ちょっと待ってくれ。この状況で言うのは申し訳ないが、本当に行くつもりなのか。修士、今のどういう意味だよ。そのままの意味だ。化け物の敵に正体不明の霧、その危険性は昨日十分に味わったはずだろう。亮と同じように、もしかしたら彼女も。もうなんてこと言うの修士さん。あ、僕は客観的な意見を言っただけで。ミユは助からねえってのが客観的な意見だって言うのかよ、てめえ。おい、暴力はやめろよ。ハルとミユキもいるんだぞ。怖い、怖い。悪いけど、そいつの言ってることだけは認められねえ。僕はここにいるみんなの命に責任があるんだ。リーダーとして慎重な判断を下す必要があるんだ。何がリーダーとしてだ。なもただ臆病風吹かせてるだけじゃねえか。おいカイト、やめてやれ。僕は臆病なんかじゃない。君のような無鉄砲な人間にはわからないかもしれないが、年上には年上としての責任があるんだ。シュージもやめてよ。うるさい、お前は黙ってろ。修二さん、ちょっと落ち着いてください。カイトだって兄としての責任があるからこそ必死なんですよ。それはそいつみてえな軟弱な野郎に俺の気持ちが、兄貴の責任の大きさってもんが分かってたまるかよ。僕が無責任だって言いたいのか。もうこれじゃいつまで経っても話が進まないじゃない。僕やだよ、みんなが喧嘩するの。そんなの僕だって同じだよ。
じゃあここは民主的に多数決とか。それはどうなの、人の命がかかってるのに。冗談だって。それはないぞミノル。そんなこと言われたってよ。そんじゃ探しに行く組と残る組の二手に分かれるとか。それは反対だよ、行くなら全員でだ。俺の意見全否定じゃん。タクマが何とか言えって言ったのに。ごめん。もういい、手を貸してくれって言ったが、揉めるならなしだ。じゃあな、俺は行くぜ。勝手な真似はよせ。邪魔するな。シュウジさんもカイト君もいい加減にしてください。葵君、すっげえ、あの二人を一気に黙らせた。なかなかに勇ましい声だったな。ここで言い争っていて何になるんですか。こんなの時間の無駄です。カイト君、シュウジさんと喧嘩してもミュウちゃんは助からない、そうでしょ。それはシュウジさん、危険危険って言いますけど、危ないからってここにこもるつもりですか。そんなつもりは。ミュウちゃんを探し出すのはもちろんですけど、元の世界に帰るための方法を見つけるためにも行動するべきだと私は思いますけど。あれ、なんか急に葵の声がちっちゃくなった。短歌切ったのはいいけど、途中で恥ずかしくなったんじゃない。葵、恥ずかしがることなんてないわよ。さっきの葵とってもかっこよかった。いえ、あの、ごめんなさい、私なんかが偉そうに。いや、葵くんの言う通りだ、すまない。俺もカッとなって悪かった。よし、それじゃミンを助けに行く通路にまとまったってことで。いや、なんでミノルが仕切り出すのよ。なんかそういうノリが必要かなって思ってさ。で、どこに向かえばいいんだ。確か昨日遊園地に探しに行くって言ってたよな。ああ、昨日会ったテントモンってやつの話によれば、ミュウはアルケニモンから逃げた後遊園地の方へ行ったみてえだ。テントモンがキラキラしたとこって言ってたやつだよな。キラキラしたところ、なんだか素敵そう。向かったのは本当に遊園地で間違いないのか。ほぼ間違いねえよ。あいつは昔から遊園地が好きだったからな。それが突然見下ろしたところにできてるなら行かないわけがないってことか。キラキラの大きな輪があってすごかったもんな。子供ってのはみんな漏れなく遊園地が好きって相場が決まってるしな。みゆきとハルだって好きだろ遊園地。僕わかんない。わかんない。嘘だろ。遊園地にいる可能性が高いことは分かった。ならすぐにでも出発しよう。じゃあみんな行ってらっしゃい。いやいやいや、君たちも一緒に来るんだよ。またどうして。子供をさらうモンスターがいると分かっている今、君たちだけ残していくわけにはいかないからな。そうだろみんな。意義なしだな。そう、分かった。そう。ところで遊園地への行き方って分かるかしら。昨日電波塔の上から確認したから問題ね。方角的にはいつもの森から遊園地に向かう道がどっかにあるはずだと思うぜ。よし、森の中を通ればいいんだな。僕が先頭を歩くからみんなしっかりついてきてくれ。なあハル。何？昨日のは、その、
一体何だったの？ごめんなさい、僕にもよくわかんない。そうか、ごめんな。二人とも急ごう。お姉ちゃん行こう。ずいぶん歩いてきたけど、全然遊園地には着かないな。昨日上から見た時はもっと近くに見えたのにな。つーか、本当にこっちで合ってんのかね。僕が間違ってると言いたいのか？そんな風には言ってないですよ。でも万が一ってこともありますし。森の中は方角がつかみづらいのも事実だしな。僕、他に道がないか見てこようか。そんなことをしてはぐれたりしたら二度手間になるじゃないか。そうだよね。ああ、ダメ。私ちょっと疲れてきた。サキさん、大丈夫？ちょっと休憩する？んな時間はねえ。とっとと先に進まねえと。このペースだとあっという間に暗くなっちまうかもしれないしな。ごめんなさい、僕とお姉ちゃんが歩くのが遅いから。ごめんなさい。二人のせいじゃないよ。みんなも少し疲れてきてると思うし。そうよ、カイトもドラクモンももう少し考えてよ。すまん。んなこと言ったってよ。ねえタクマ、本当にこのまま歩いてっていいのかな？そう言われると僕もちょっと不安になってきたかも。一度別の道がないかどうか引き返して探してみるのも手だと思うな。いや、それは反対だ。むやみに歩けばますます方角がわからなくなる可能性が高い。でもこのまま歩いていって遊園地に着けなかったら。いや、こっちで合ってるはずだ。なんでわかるんだよ。勘だ。言い切れるってすげえよ。逆にこうして無駄話をしている方がますます疲れることになる。歩くペースは少し落としつつ、とにかくこのまま進むぞ。へいへい、わかりましたよっと。修二さん、なんだか苛立ってるみたいだからあんまり余計なこと言うなよ。だな。まだ遊園地なんて全然見えてこねえじゃんかよ。面白いものとかないかな。ねえ、ちょっとさすがにそろそろ限界来てるかも。サキさん、顔色が悪い。サキ、私に捕まって。さすがに救急した方がいいんじゃないかしら。うむ、この先もまだ長いかもしれないことを思うと適度な休息は必要不可欠かもしれん。つっても先頭を切ってるあの二人がな。修二、僕もう足が痛いよ。
いいから黙って歩け。修二さん、そんな言い方しなくても。そうっすよ、みんなもう疲れがピークなんだし。休むのは遊園地に着いてからと思っていたが。やっぱり一度休憩にしましょうよ。その方がいいかもな。ってカイトが言うなんて珍しいな。あれを見ちまうとな。お姉ちゃん寝ちゃった？完全に船漕いでんな。確かにあれじゃ進むぞとは言えないね。はあ、分かった。それじゃあ少し休憩にしよう。幸いこの辺りには例の霧は出てないようだしな。うん、あれの怖い感じはしないよ。カイトも文句はないな。ねえよ。あ、やっと休める。サキ大丈夫？みゆきちゃんとハルくんもこっちで一緒に休憩しましょう。うん。起こしちゃったかしら。いや、目を閉じたまま歩いてるな。よっぽど疲れさせちまったみてえだな。幼い二人にはさすがに過酷すぎる道のりだっただろうか。かもな。でも置いてくわけにはいかなかったし。過酷といえばあっちもみたいだけど。ロップモンのこと？修二、ごめんね。僕また足を引っ張って。いいから黙って休んでろ。次は遊園地まで休みなしだからな。おい、そろそろ行くぞ。
え、もう？ついさっきここに着いたばっかりじゃ。もう十分休憩したろ。遊園地まではまだ距離が。カイトの言う通りだぜ。こんなペースじゃあっという間に夜になっちまう。私のことを心配してくれてる？大丈夫、しっかり休憩したからさ。景色を見ながら一緒にのんびりしたものね。シュージさん、みんな体力も戻ってきたみたいだし、カイトの言う通りそろそろ出発しましょう。もたもたしてるとミュウがどうなるかわかんねえんだからな。そんなこと言われずともわかってる。みんな先へ進むぞ。よ、ようやく遊園地が見えてきたぞ。長い道のりだった。なるほど、あの木々の向こうに見える建物が遊園地というものなのか。あんなに大きな建物僕見たことない。あそこにミュウが待ってろよ。ミュウ、たくまたくま、僕が昨日見た大きな輪っかもあるよ。あれは観覧車って言うんだよ。見てるだけで楽しくなっちゃうのが遊園地なのよね。君たちはしゃいでる場合じゃないだろう、こんな時に。すいません。チェ、ちょっとくらいいいと思ったんだけどな。ミノルくん、カイトくんの気持ちも考えてあげて。待ってろよミュウ、俺がすぐに見つけ出してやるからな。カイト、焦ってんだろうが、ちょっと落ち着いとけよ。視野が狭くなると、いざって時危ねえからな。わかってるよ。ミノル、お前はカイトとは逆に、もう少し集中すべきだな。まったく、ミノルよりも、ハルとミユキの方がよっぽどお利口さんね。お姉ちゃん、もうすぐ遊園地だよ。もうすぐ。面目ない。とにかくあともう少しで到着だな。中にどんな奴がいるかわからないし、慎重に行こう。あちこちガタは来ているようだけど、ボロボロの校舎と比べたら全然綺麗なものよね。ロープウェイを見た時も驚いたけれど、なんだか不思議な感じがするわね。なんだろう、ちょっと怖いわよね。え、どうしてどうして。遊園地って怖いところなの？いや、遊園地そのものが怖いわけじゃないんだよ。ただ、こうやって見るとちょっと不気味っていうかな。まあね、子供の笑い声もない無人の遊園地なんて、そりゃ怖いに決まってるよ。無理はしなくていいんだぞ。ここは俺が様子を。いや、
俺が一番に入るね。それおい、ミノル。よかったな、チケット代は払わなくていいみたいな。まったく、慎重に行動すべきだというのに。なんだよ、これくらいどってことないだろ。それでこれからどうしたらいいかしら。あら、葵、目的はミユを探すことでしょ。ええ、それはもちろんそうだけど、この中のどこにいるかも見当がつかないから。なも、片っ端から探すしかねえだろ。違いねえけど、ちっと効率が悪くねえか。とにかく中は広そうだし、手分けして探そうか。賛成。僕はタクマと一緒に探すぞ。じゃあ僕もシュージと。いや、ばらけてはまた何があるかわからない。戦いになった時も戦力は分散させない方がいい。そうか、そうだね。とにかく全員一丸となって動こう。僕は誰が欠けても嫌だ。必ず僕たちみんなで一緒に元の世界に帰るんだ。いいね。はーい、わかりました。で、いいんでしょ。ちっ、まどろっこしいけど、全員で固まっとかねえと危ないしな。修二さん、すっかり印刷の先生みたいね。よし、それじゃあ中に。こら、お前たち。え、うわ、侵入者め。ここから先へは通さないんだから。なんだ、新しい化け物の割には、なんていうか、ちっこいっていうか、かわいい。あ、葵。あ、違うのよ、違うの。今のはちょっとうっかり言っちゃっただけで。で、何なんだてめえらは。邪魔するつもりなら容赦はしねえぞ。お前たちは悪者だな。女王様の命令で排除する。ここから出て行って。悪者とか女王様とかは何の話。全然わかんないよ。しらばっくれてもダメだからな。待ってよ、僕たちは悪者なんかじゃないよ。だってお前たちは子供をさらう悪いモンスターって聞いてるよ。悪いモンスターをここに入れるわけにはいかないのよ。人さらいはすぐに出てけ。僕たちはそんなことしないよ。一体何がどうなって僕らが子供をさらうって話になってるんだ。俺たちはアルケニモンってやつにさらわれた子を探してここに来たんだ。ミュウって言うんだ。見なかったか。アルケニモン、あのドアクトーのことね。まさかここに来たのもアルケニモンの命令で。ついに正体を現したな。あんたたちはあいつの手下なのか。やっちまえ。いや、そうじゃなくて。ダメだ、話が噛み合わないぞ。そもそもそんなに大勢の人間の子供をさらって連れ歩いてるじゃないか。お前さらってないよ。いや、俺さらわれてねえし、こいつらは俺たちの仲間だし。いかにも、彼らは決して怪しいものでも危害を加えるものでもない。本当？え、どういうこと？女王様から聞いた話と違うじゃない。どうする？どうしよう。しょうがないから、作戦会議する。
なんか始まったみたいだけど、俺たちもどうする？とにかく話を聞いてくれないかな。うるさいうるさい、あんな小さい子供をさらってるくせに。そうだそうだ、あっちの二人なんて怯えて固まってるよ。え、僕たちのこと？って、あれは怯えて固まってるんじゃなくて、あの二人のデフォルトなの？どうしたら僕たちが子供をさらってないって信じてくれるの？それを信じたら、女王様が嘘つきってことになっちゃうじゃない。じゃあ嘘ついてんじゃねえの？聡明で無敵の魔法使いの女王様が嘘なんておっしゃるものか！あ、またお前、女王様に気に入られようと思って心にもないこと言って。だって気に入られないと石にされちゃうし。今のは内緒ね。石にされるって、もしかして脅されてるんじゃ？何それ。だとしたら女王様の方が悪者じゃん。石にされちゃうなんて怖い。待てよ、そいつ相手を石にするような力を持っているのか？そうよ、仲間の一人が石ころになったところを女王様のお力で元に戻したの。石にするも戻すも自由自在、奇跡の力の持ち主なの。ここにもそんな厄介な化け物がいるなんて。とにかくその女王様に会わせてくれ。いやよ、お前たちに侵入されては私たちがどうなるか分かんないから。じゃあ俺たちが女王様を説得するなり、なんだったら倒してやるから、ここを通せ。それでいいだろう？そんなことどうしよう、いい機会かも。待ってよ、こいつらなんかに女王様がやられるものか。そうだそうだ、それに女王様は言っていた、大きな人間は悪者だ。こいつらは大きな人間だから悪者ってことね。意義なし。大きな人間？それってどういう意味だ？体の大きさのことじゃないわよね。大人のことを言ってるのかな？いや、僕らは大人とは言えないと思うが。ああ、もうますますわかんねえ。くそ、そんなことどうでもいいだろう。おい、いいから早く俺たちを通してくれ。ふん、とにかくここを通りたいなら力ずくできなさい。そういうことならもっと早くやっときゃよかったぜ。はあ、俺とカイトの得意技だからな。いや、でも冷静に話し合いましょう。そうよ、何でもかんでも戦えばいいってものじゃないわ。そんなこと言って騙そうとしてるでしょ。なんかこう獣同士でいい感じに話しつけてくれたりとかできないの？できればそうしたいものだが。たくま、どうしたらいいと思う？僕らが説得しても拉致が開かない。アグモン、うまく話してみてくれないか？僕にできるかな。私も手伝ってあげる。僕たちはタクマたちをさらってないし、アルケニモンの仲間でもないよ。そんな話信用できるか？だって本当のことだもん。昨日だってアルケニモンと戦ったんだよ。え、あの悪いやつと？うん、アルケニモン
は逃げたけど、アルケニモンの仲間は倒したぞ。みんなでガッツンとね。あんなに悪いやつの仲間を倒しちゃうくらい強いなんて、お前らもやっぱり悪者に違いないんだ。あ、くそ、もうこれ以上待てるか。強行突破だ。仕方ない、全員で突破しよう。逃げてった。何だったんだ。わかんないけど。いいんじゃない、結果的に戦わずに済んだわけだし。そうね、あの子たち相手に戦うのはちょっと気が引けるもの。まあな。だがほっといていいのか。あいつら女王様ってのに報告に行ったんだろ。確かに気にならないわけじゃないけど、あんな変な奴らに構ってる場合じゃねえ。とっとと中に入ってミュウを探すぞ。わかった、そうしよう。おお、なんか広いとこに出たぞ。中央広場とかそういう感じかな。ってことはここが敷地のど真ん中ってとこか。位置関係が分かりづらいな。地図でもあればよかったんだが。元の世界の遊園地だとさ、こういうとこでショーとかやったりすんだよな。ミノル、ショーとはなんだ。いろんなキャラクターが歌ったり踊ったりパレードしたりするんだよ。着ぐるみを着たキャラクターがわーっと出てたりとかね。へー、なんだか楽しそうね。お客さんを巻き込んでいきなり物語が始まったりすることもあるんだよな。お前たち、ここからは一歩も通さないぞなんつってさありがちだよね。それってああいう感じ。感じ、ああいうって。お前たち、今度こそここから先は通せないぞ。覚悟しなさい。ちっ、また出やがったか。さっきは慌てて逃げてったくせにな。あれは逃げたのではない、戦略的な戦略だったのだ。である。戦略的な戦略？その言い方はおかしくはないか。表現が重複しているじゃないか。修二さん、そんな真面目に。こら、動くな。妙な動きをすれば今すぐあれだぞ。ん？あれって何？だからあれ、それだ。やっちゃうんだから。あのね、私たちはあなたたちに危害を加えるつもりはないの。そうよ、さっき遊園地の入り口でも言ったでしょ。でもここまで追いかけてきたじゃない。悪者だからしつこく来たに違いないもん。え、違うって。僕たちはただ人を探しに。だー、もう我慢ならねえ。おい、カイト！これ以上話しても時間の無駄だ。邪魔しようってんなら力ずくで蹴散らしてやる。へっ、怖くなんてないからな。いや、結構怯えてるじゃん。ちょっとかわいそうだよ。カイト、ここは落ち着いて。うるせえ、タクマも邪魔すんな。あんなちっちゃい子たち相手に戦う気？こっちに来るな！負けるつもりはないけど。
散々人をおちょくりやがって。覚悟はできてんだろうな。